ホームポンとは、当たりが発売していたアーケードゲーム、ポンを家庭用ゲーム機として1975年に作り直したもので、当たり初の家庭用ゲーム機でもある。なおアーケード用、ポンとその概要は、ポンを参照。ホームポンは1974年に、その構想が練られ、技術部長のアラン・アルコーン、集積回路に詳しいハロルドリー、ボブ・ブラウンらによって提案。 設計された。設計中は、社内の魅力的な女性にちなみ、ダーリネというコードネームで呼ばれたが、以後あたりでは、コードネームに女性名を使うことになった回路は、工述するシェアーズへの説明用には従来通りの基板を使ったが、量産時は前日の集積回路で作ったため、たった3個の集積回路だけいう、今までと比べ物にならないほどの小型化を実現した。 ゲーム自体は、ポン一種類しか遊べない。また一般に、家庭用ゲーム機のデザインは、長方形とコントローラーをコードでくっつけたものが多いが、ホームポンは、ラケットを動かすためのパドルが、本体上部の斜面についており、どこから見ても長方形に見えにくいという、当時としては、比較的凝ったデザインとなっている。 同年秋のコンシューマーエレクトロニクスショーにおいてデモンストレーションが行われたが、同年製造中止となったオデッセイの失敗を受け、小売店はこの家庭用ゲーム機には興味を示さなかった。しかし、大手百貨店シアーズ・ローバックのスポーツ用品バイヤーであるトム・クインはショーの直後に当たりのノーラン・ブッシュネルと接触、クリスマス商戦までにどれだけのゲーム機を生産できるか、尋ね、 7万5千台くらいと答えたブッシュネルに対してシアーズが必要とする15万台の生産に必要な費用を負担する代わりにシアーズによる家庭用ポンの独占販売を提案したいくら急成長中のあたりでも15万台は無理だったのでブッシュネルはこんなこともあろうかととりあえず知り合いになっていたセコヤキャピタル社のドンバレンタインにダメ元で依頼すると バレンタインが気に入って協力してくれた。そして1975年のクリスマスといえば、ポン、と言えるほど、ホームポンを待ち望む人々が、店の前に列をなすこととなり、15万台は完売した。シアーズの1975年のヒット商品は、アディダスのスニーカーだったが、1976年の初頭は、ホームポンがその座を得た。これに気を良くしたあたりは他にも、 ポンシリーズやビデオピンボールを家庭用ゲーム化、シアーズとの協力関係は2年続いた。だが、この大成功に気がついたマグナボックス社はポンがオデッセイの著作権侵害だとして訴訟の動きを起こすことになる。その話はオデッセイを参照。なおシアーズから発売した商品名はホームポンにテレゲームズ、ポンダブルスにポンフォーなど あたりとは異なる別称が付けられている。ありがとうございます。